皆さんこんにちは。こんにちは。今日は地味なトップバリューを持ってきたのだ。ごま香るごぼうサラダ。トップバリューのマークがないってことは隠れトップバね。察しがいいね。これは隠れトップバのテイシーズくんなのだ。業務用だと1キロサイズで見かけるけど、これは380グラム。家で使いやすい量なのだ。一人ではちょっと多いけど、4人家族だとちょうど良さそうね。そうなの？僕は朝昼晩、朝昼晩と食べ続けて消化しちゃうよ。そういう使い方もありかしら。今回は 380g だけど、他にも 180g、75g とサイズ展開がされているから選択肢が広いのはいいね。調べていてちょっと気になることがあったんだよね。何かしら？これがトップバリューにあるごぼうサラダなんだけど、作っているのは全て兵庫県の文善株式会社。原材料や 100g あたりの成分が同じなんだよね。じゃあ中身が同じってこと？ 75g も同じだったから多分そうなんじゃないかな。 1g あたりの値段に直すとこんな感じになるのだ。 75g はかなり高いけど、180と380の差はそこまでないのね。赤トクバだ隠れトクバだって言ってるけど、ほぼ変わらないってパターンもあるんだね。なかなか奥深いわね。じゃあ袋を開けていこうか。特に変わったところはなさそうね。大きいタイプは中身を出すのがちょっと面倒だね。量が少なくなるとそこにたまるのよね。いい感じに盛り付けたら完成なのだ。じゃあ食べていきましょう。見た目は普通のごぼうサラダね。入ってるのはごぼうと人参、よくあるタイプだね。ごぼうはしっかりした食感で噛み応えがあるね。ごまマヨネーズとよく合うのだ。袋に入ったこのタイプのサラダって案外美味しいわよね。評価は星5。こってり系サラダはこうじゃないとってサラダなのだ。味が濃ければ OK ってのはあなたらしいわね。でも彩りが寂しいね。きゅうりを入れてみようか。簡単に緑色が追加できるからきゅうりは便利よね。7月8月は安くなるから使っていきたい食材だね。かなり良くなったわね。緑は最高なのだ。味もきゅうりのシャキシャキ感がプラスされてさらに良くなるよ。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。